リーディングの勉強で何やるんですか？いわゆる教材というか、はい、リーディングで満点取る上で、ここを意識したらより点数上がったなっていうのがありますか？本当に時間が勝負なので、日頃から英語のとにかく量を。どうもじゃあ、篠原です。今回は、京都大学工学部に現役合格したジェイ君に来ていただいて、共通テストのリーディングで満点取ったという勉強法について、ちょっとね、話してもらえたらなと思います。ジェイ君は共通テストの英語で、合計で196点で、うちリーディングで満点、リスニングでまあ96点ということで、めちゃくちゃいい点よね。このくらいの点取りたいっていう人も結構多いと思うんで、どうやって頑張ってこの点を叩き出したのかっていう話ができたらなと。とりあえず、リーディングの勉強で何やったんですか？いわゆる教材というか参考書というか。参考書は、高1の時から、講師が出している英語長文のレベル3から5くらいの一通りやって、その後は基本的に東大の過去問を中心的にやってたんですけれども、英語長文レベル別問題集をやる際に、ずっと音読を的に行っていて、そこですごく速読力を上げることができたので、それが実際共通テストのリーディングを解く際にも発揮できたのかなと。共通テストのリーディングってものすごい量じゃないですか。それこそ、京大受けて受かるような人でも、そんな手軽で簡単に読める量じゃないじゃないですか。だから、この勉強法としてやっぱり、高1ぐらいからの音読では結構刺さったかなっていうところかな。共通直前期って、なんかこれやったよとか、これが刺さりましたみたいなのありますか？直前期は本番を想定して、実践的な対策をやるっていうのになったので、河合塾が出している総合問題集、本番形式で解くことができるので、どこを読んで、どこを読まないでっていう判断ができたのかなと。河合塾の予想問題集結構よくできてるし、80分間集中しきるっていう練習もできたと思うし、結構それが刺さったっていうところはあるかなと思うんですよ。土台となる英語力があった上で、共通に特化して寄せていくっていう勉強やって、本番満点取ったっていう。一番最初に共通やった時って、最初から点取れましたか？最初のうちは80点台ぐらい。そんぐらいよね、やっぱり。スピード感っていうのが、いまいちですね。結構もう、律儀に全部頭の中で英語を解釈して、展開してっていうので、それじゃあちょっとさすがにないかなっていうことで、実際本番を想定して、問題集を何回もやっていく中で、どう効率よく読んでいくかっていう感覚がつかめるようになって、最終的には、取れるようになって。最初は取れないもんだよね。やっぱやり出した頃は取れなくて、で、そこからある程度練習していって、慣れていって、結果的に取れるようになっていったと。リーディングってできたら点欲しいじゃないですか。リーディングで満点取る上で、ここを意識したらより点数上がったなってことありますか？最初に設問で目を通して、この題問で何が聞かれているのかっていうのを明確にした上で、実際本文を読んでいくとすると、読むべきところの趣旨選択ができるようになって、それで結構読む時間も短縮できる。リーディングに関しては、本当に時間が勝負なので、日頃から英文をとにかく量っていうのが継続的に大事になってきます。先読みすることで、だいたいこんな感じかなっていうところの当たりがつける。本番、時間余った？ 10 分ぐらい。10分余った。じゃあ、やっぱり満点取りに行くぐらいの勉強をするんであれば、最初70分ぐらいでできるぐらいであれば、満点近く90何歩取れるっていうところかな。一応確認ためですけど、純日本人とね、帰国子女とかではないですよね。高校の時とか留学経験とかないよね。純日本人でもこれができるっていうところで、やっぱり高1からの見上げプラス共通直前期の問題演習っていうところが刺さった。リスニングの96もかなりすごい。リスニングに関してはどうですか？高1から勉強って結構やってみた？高1は本当に音読で、音読をする際に毎回きちんと音源を聞くようにしていたので、そこで若干みんな焦ってたのかなと思うんですけれども、ただそんなに教材自体もリスニングの問題がなかったので、実際に本当にリスニング対策をしだしたのは高3に入ってから。経験受けた？そうですね。経験受けて、この中でリスニングの勉強ができるようになってっていうところですかね。共通対策も一番最初にやったことって点最初は取れなかった？そうですね。リスニングは70点台くらいで、ちょっとやばいなって、英検準1級に高校3年の9月には受けまして、そこでやっぱりリスニングが当初の課題だったので、準1級レベルのリスニング対策をしていくことで、結果的に共通テストレベルのリスニングをつけることができるかな。共通対策で70点ぐらいから、最終的に96点伸ばしたと思うんですけど、この時にやった教材ってありますか？英検準1級のリスニングの問題集と、マーク式基礎問題集、最終的には外軸の予想問題集をやっていたって感じです。じゃあ、準1受かってからしばらく時間経ったんで、一回準1の復習からやり直したっていう。準1級のリスニングの問題集、一度使ったやつなんで、復習は結構手軽にできたんですけども、準1級のリスニングがちゃんとある程度レベルであれば、クロステストレベルをから結構いろんなね、そうね、聞けるので、初めの意味ならし的な意味が出ていたりはしちゃいました。一通り実力をつけた経験を使ってから、しばらくまあもう教材対策1本じゃないですか。で、教材対策1本だから当然リスニングはやらないっていう期間が半年あって、教材もし終わって、さすがに教材対策やらななって、一発目にやってみたら70点ぐらいしか取れなくて、やべえなと思って最初にやったのが11の復習。最初は52の最後ぐらいの模試で、その時70点。で、夏休み明けぐらいっていうのは80、90ぐらいで、準1級の対策を通じて結構レベルアップして、準1でレベルアップして、力がある状態で共通対策にやっぱり寄せていった。共通のリスニングの9割っていうのもなかなか大変だと思うんですけど、これを意識したら9割の壁超えれたなみたいなポイントってありますか？僕は最後ら辺の長文で落とすところで、自分が落とすところを何回も練習することで、ある程度分かるようになるので、そこを逆に中心的に対策をすれば取れるようになるんじゃないかなと。苦手なところにフォーカスして練習した方が集中できるし、そうです。最初の2回読んでくれるところとか、もうええねんかってるじゃないですか、ある程度。だから、もうええねんのところは、ある程度、まあ、抑えめにして、やばいところ、苦手なところ、4人対話とか、そういうところだけフォーカスしてやっていく方が、ある程度上級者のところは容量がいいので。それで、ロックテスト100点取って、リスニング96点取って、で、その後、二次対策に移っていったと思うんですけど、まあ、ほとんどの視聴者さん、1ヶ月半ぐらいしたら、また二次対策しないといけないと思うんですけど、特に兄弟レベルだと共通ボケしてるなって感じたところだった。最初からももう一回解くってなった時に、思うように点が進まない。前までだったら結構スラスラ出てたものが全然かけられなくて、最初焦りを感じたんですけれども、2、3年ぐらい解いていくうちに、だんだん容量が。やっぱり11月ぐらいの段階で力がある状態で、ある程度共通に特化して勉強していったとしても、共通ボケしてるけど、ちょっとやれば思い出せるっていう。そうです。じゃあ、この時期、共通に特化して勉強した方がいいって感じです。そうです。12月以降は、共通対策のみっていう感じでやるのがいいと思います。ジェイカもこんな感じで共通テスト結果を出してくれて、まあ、二次試験も今日で良かったと思うんですけど、俺の塾、篠原塾で、まあ、勉強してくれたと思うんですよね。共通対策において、うちの塾でこういう勉強やって良かったなとか、うちの塾でこういうところ、まあ、助かったな、みたいなことありますか？オーダーメイドの勉強を組んでくださるので、最適な時期に最適な教材、まあ、自分に合ったレベルの教材を提示してくださって、で、それに合わせて、まあ、自学自習していけるっていうのは、まあ、すごく心理的にも負担が少なくて、これをやれば、ちゃんと圧力つくんだなっていうのを、まあ、納得した上で、まあ、進めることができるので、最初の教材選びとかっていう段階で、まあ、つまずくことがないくなるんじゃないかなと。で、あとは参考書に基づいて勉強していく中で、困ったこととか、自分の今の現状とかを、まあ、いろいろ相談することで、まあ、適宜フィードバックをいただくこともできるので、受験生がつまずきがちなポイントで毎回軌道修正をしていただくっていうのは、受験生すごいこの時期、メンタル的にもどうしたらいいんだろう、何を頑張ったらいいんだろうというふうに悩みがちだと思うんですけれども、すごくそこは助かったところでした。何をやるかどうやるかっていうテクニック面と、まあ、気持ちの問題ですよね。まあその両面でカバーできてるかなっていうふうに思います。特にジェイクの場合、100点とか90何本とか取れるのすげえけど、そんなに取れるんだったらもう英語あんまやらなくていいじゃないですか。だから単語攻略とか、まあ、寸大系の予想問題集、基本的にはやるように言うけど、もうやらなくてもいいよねと。で、その代わり余った時間あると思うんで、数学とかそっち頑張りましょうみたいな話ができたと思うんですよ。一般的にやるべきだけど、人によってこれはいいですとか、まあこれもっとやった方がいいですっていう選択があると思うので、そこを我々がやるっていうのはいいところかなと思いますね。二次対策に関してはどうですか？二次対策に関しては、結構やっぱり教材は全部記述なので、この模範解答とか見ても自分で判断できるところがすごく多かったので、そこは逐一、篠原さんとか、他のポリスさんにも相談することができて、すごくそれは助かった。大学の基準ようわからんので、なんやこれはっていうのは結構あるじゃないですか。だからそういうところで、なぜこれが出てきたのか、これはできないといけないのかどうか。こういうところがお伝えできるのは、まあ、うちの塾のいいところかなと思います。こんな感じで、僕の塾、篠原塾では共通テスト対策と兄弟対策がすごい、まあ、強い塾なので、よかったらこの LINE の QR コードから体験授業を申し込んでみてください。ということで、今回は共通テストで満点を取ったジェイクに来ていただいて、まあ、その勉強法、どういうことをやったのか、注意点語っていただきました。今回のこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。